ギルティギアイグザードレベル2エピソード投影するだけで選ばないとね。失いかけた感情を取り戻したエルフェルト。しかしその身は慈悲なき刑事の手に落ちてしまった。やっとやっとここまで来た。この使命の完結に何世紀かかったのだろう。やはり人の体だな。このわずかなひとときでさえ果てがないのではと感じるよ。だがあと一息、ほんの一息だ。それまでせめて心安らかにな、エルフェルト。ここは、私は何を。人間、幸せ、女、私。そうだ、旦那様を探さなきゃ。あれ、誰とも愛し合ってはいけないってお母さんが。お母さんって誰だっけ。まあいっか。ジョニー、記憶と記録に残しましょう。ドレス、汚れないといいな。カーテンコールは受け付けないぜ。いざ尋常に。これが一本目、レッツ勝負。いきますよ。ほいほい、はいはい、よいしょ。惜しかったな。カウンター、カウンター、はい、よいしょ。私は移動する。死ぬな、死ぬな、死ぬな。神髄を見せてる。いきますよ。死ぬな、いきますよ。レッツシャドウ、エルフェルトご機嫌ね。これが2本目、レッツ激闘。いきますよ。ほい、落ちた。惜しかったな。やっ、ムーブ、フッ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 欲しいです。ペットを買うとしたら犬派ですか、猫派ですか。私は断然ヤブイナ派なんですけど。
エルフェルト、ご機嫌ね。イケイケじゃない。ジョニーさんが旦那様だったら、キャンピングカーでその日暮らし。叫びたりのあなたは。お前はネクタイ、水のはいいけど、首がしまっちゃう。とか私をあしらう毎日。ある日、いい儲け話だ。とか言って、ギャングに騙されて結局スタッフィン。それでも私が立ち去ると。なくならないのは、お前だけだ。とか言って、記憶と記録に残しましょう。はっ、逃げてもいいの？いざ尋常に。これが一本目、レッツ勝負。当たった。ブライブル、ブライブル、ブライブル、当たって砕けます。まだだ。当たってブライブル、ブライブル、まだだ。おはようございます。まだ大丈夫。当たってくださいます。まだだ。大変好きだ。死んじゃう。もう上です。ジャッジベターワン。
これが3本目レッツ熱湯。奥手すぎちゃダメです。うわっ、不要な時間で奥手すぎちゃダメです。必要ですね。安心してください。保険証はいりませんよ。いざ尋常に。これが1本目レッツ勝負。お手すぎたらダメです。こんなこんなお手すぎたらダメです。目の腐れ、あげるスライダー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 。クリスタ、すぐ来て。真実の愛を失って価値を知る。ジャッジベターハーフ、今回まだ大丈夫。カウンター、レイクの勝利。レイクの勝利。レイクの勝利。カウンター、レイクの勝利。レイクの勝利。ライダレイク、レイクライダレイク、レイクライダレイク、レイクの勝利。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 これが2本目レッツ熱湯。お手すぎたピャッ。スパレッ、ブライダル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 。カウンター、カウンター、ブライダル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 。カウンター、何が出るかな。ブライダル、ブライダル、神がなり、諸行に拉致な貴様あれば魔道の始末を請け負いいたす。
己は美老の三品侍シド死に花無用の所存。いざ尋常に、これが一本目、レッツ勝負。アタック、エヌエイコロン、ブライデルエクスプレス、邪魔だよ。ファイター、ブライデルエクスプレス、アタック、やめてください、飛び込み営業ではありませんよ。いかがでしょう、ハロウィンのどこまでに受け取れるようにブライダルブライダル、カウワー相手の重心は一発大文字です。カウワー、ほぼほぼ問題ありません。
ません、はい、当たりません。真実のある失って価値を知る。ジャッジベターハーフ。え、はい、まだ大丈夫。また改めて飲みの席でも。失礼いたします。狙います。少々お待ちください。キャッチが反応して。カウンター。あ、どうもマイサーです。感謝します。ご返信には及びません。私の勝ちです。ここにサインをください。せっかちでごめんなさい。でも私、素敵な式にしたいんです。豪華じゃなくていい、一生の思い出にしたい。朽ち果てた廃墟の教会で友人が神父様を務めて拳で鐘を鳴らしたりとか。エルフェルト、ご機嫌ね。イケイケじゃない。アンサーさんが旦那様だったら、始まりは諜報員と事件に巻き込まれた女。君は知りすぎてしまったって私に、銃のセーフティーを外せとか言って戦いを教えるの。任務と護衛をこなすけど、実は事件の黒幕が私と発覚で、銃を向けてくるの。セーフティーを外れてる。ああ、俺の心のセーフティーだね。記憶と記録に残しましょう。みんないいところで逃げられちゃうな。なんかこの婚活無限に続くのではと思えてきた。無限？あれ、私は求められる無限の。シチュエーション G 発生、修正プログラム適用。何今の声。あ、ソラさん。よう、エルフェルト、いい天気だな。こんな日はてめえの可愛い顔がクソでかい、美しく見えるぜ。やだ、もうソラさんたら。あ、もしかして私を狙ってたりします？悪くねえ、こんないい女、俺のギアの血がバーベキューにするってことだ。やったー。じゃあ受け止めてください。上出来だ。いざ尋常に。これが一本目、レッツ勝負。奥手すぎてもダメです。カウンター。あんなの無理です。逃がすかね。
これが3本目レッツ熱闘奥手すぎてもダメです奥手すぎてもダメです奥手すぎてもダメですライダルカップル証明してみせろ。ん？あれ、逃げないんですか？いつもなら大抵の場合この辺で。それに誰とも愛し合うことはできなくて。あ、そっか、ソルさんは特別だから。何の話だっけ。シチュエーション G 修正エラー。見るに耐えない。もうやめよう。不思議には思わなかったのかい？君は誰にでも素直に好意を寄せられるのに、実は自ら遠ざけている。きっとこのやり方では、君を傷つけてしまうだけだ。あの感情が芝居じゃねえって言うなら。うるさいな。やれやれ。これではいけないな。エルフェルト&ベッドマン。記憶と記録に残しましょう。あなたは、確か、あなたはラムの敵で、だから、私の敵だ！やめた方がいい。下手にこの夢から覚めるようなことになれば、君は必ず後悔する。残されたわずかな時間、自らを呪って過ごすことになる。いいかい、僕はこの夢の中ならば君の願いを何でも叶えてあげられるんだ。だからもっと有意義なことを望んでくれ。だったらそれはあなたを倒して自由になることです。いざ尋常に。これが一本目レッツ勝負。奥手すぎてやブライダルブライダル奥手すぎてもダメです。奥手すぎてもダメです。サウンドはグリグリじゃないです。サウンドはブライダルエスプレッセ。奥手すぎてもやっブライダルエスプレッセ。ブライダルエスプレッセ。痛かった。奥手すぎてもダメです。
だが攻撃と成功しないのは困る。僕の脳波に無駄なノイズが。これは意識が遠のいていく。違う、目覚めるんだ現実に。残念だよ。でもだからこそ言っておくよ、僕たちのためにありがとう。思い出した。私はジャスティスになる。少し冷静になりましょうか。